はいこんにちは熱帯植物栽培会の杉山ですどうぞよろしくお願いしますさ今回なんですけど うんと、まあ、冬だし、やることねえよな、って、<laughs> ってんじゃなくて、管理は常にあるよね。な、でも水が乾きにくかったりだとか、まあ、なんか、園芸やりたい、触りたいけど、杉山いじるな、って言うしな、っていう、まあ、そういう方向けの、えー、動画です。はい。あの、そして、こういう風にしたい。もっと、私は理想の形にしたいんだって、そういう方向けの動画になります。よろしくお願いします。今日のテーマ、こちら、じゃじゃん 邪道来たた来た来た,来た邪道だよな邪道シリーズえー、なんか気に入っちゃったから。<laughs> 葉っぱの大きいし、大きく仕方。大きい。えー、葉っぱを大きくする方法。これです。えつって。何つって。葉っぱを大きくする方法そんなのさ、知ってるよつって。湿度を高めるんでしょつって。えー、面散布すればいいんでしょそれだけだと思ってますか それ以外に上に登らせたらいいんだよねつって。はい。そうです。上に登らせたらいいんです。じゃないよ。もっとやり方あるから、そこら辺を簡単にやれる方法。そして、ダサい。<laughs> めちゃくちゃダサい。だけど、 だけど、理にかなってるやり方を皆さんにお伝えしようと思います。まあ、今回ね、実は使うのがこのアンスリウムのロムズレット。もう葉っぱでかいんだ。もうすでにでかいでしょ。黒いし、かっこいい。もっとでかくしたいっっ。これ最大級じゃないからもっとこの倍ぐらいになるからもっとでかくしたい。傾け。8はもう4寸です。もうカッチカチ。えー、なんなら4年ぐらい植え替えてないかな。はい。この状態のものを使います。で、まずは、 はい。えー、っと、要はね、里芋科の葉っぱを大きくしたいときによく皆さん登らせてるでしょ。だからこそ、こういう方法もあるんじゃないかなって、えー、お伝えしたいと思ってます。で、まずは、この、えー、っと、幼少だとか、卓用とか、まあ僕は幼少カタグラフィーって言われてる部分なんだけど、この幼兵の付け根に生えてるこの、まああの、皮だね。うん、皮。これを、あの、必ず綺麗に取ってください。これめちゃめちゃ大事です。まずこれが、あやってるかやってないかだけで、 全然違いがあるだから、あのー、上にね上にどんどん伸ばしていくっていうやり方はもう皆さんご存じの通りだねモスポールにとかさいろんなものにくっつけてやるじゃん。 でそのやり方で全然いいんですよ。だけど僕はそ,そうじゃないでしょってもっとこんなやり方もあるよねっていう一つのやり方そしてダサい。<laughs> それをね伝えたかったんだ。であのなんで僕はこれをやらなかったかっていうともうねでかくなるのが。 もう怖いんですよ。あの、うち、やったらやっただけでかくなっちゃうから、あんまりやりたくなかったけど、もういいやと思って、まあ、でかくなるのを好きな人もいるからね。うん、だからそういうふうにさせたい、あの、やってもらいたいなと思って、はい、えー、こんな感じで、まあ、とにかく綺麗に撮ってください。もうこれが一番大事です。茶色いところ、お尻を綺麗にね。あの、お尻じゃないんだけどね。えー、株元も綺麗に、うん、えー、やってほしい。ね、これ綺麗に撮りました。じゃあ次はって言って、次。 これで一番大事なものです。こちら。<laughs> これ。もうこれだよ。あ一番安いもん。あ、あのー、コンビニとかでもうコーヒー買ったら飲めるよな。とか、あの、プラカップ。これを使います。さあ、やっていきます。よろしくお願いします。はい。えー、こんな感じでですね。プラカップ。はい。どうやってやるか。はい。まず、ハサミを使って切ります。はい。切って、切って、 はい。で、えー、そこ、そこも切るんで、まあ、この時に、ね、ハサミの使い方だけ、皆さん、ちょっと気をつけてくださいね。ハサミの使い方だけ。で、えー、株元が入るぐらいの、えー、そこを作ってしまいます。そこをね、こんな感じで。ね、こんな感じで作ります。こんな感じ。で、もうちょっとね、あの、綺麗に、あの、切ってもいいですよ。これ、ごめんなさいね、今、ファーストテイクでやってるんで、切り方汚いけど、あの、カッターナイフとか、クラフトナイフを使って、綺麗にやっていただいて大丈夫です。で、それを、 えここの株元の伸びてる部分にパカッとはめますパカッとはめますよしはいパカッとはめますよしよしよしはいよしパカッとはめてよしこんな感じかなよしギュッとはめてであとはちょっと待ってねごめん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 ここが切れてないもう切れてないからごめんこっちこういうふうに切っちゃう うん、今、あの、うまく切れなかった。これね、えっと、ペットボトルでも代用できるんで、はい。よし、よし。はい。はい。綺麗に切った。ね。そこ、もう、パカッとやる。はい。で、このようにはめちゃいます。ね。これで、よーし、よし、よし、はめれる。で、あとは、ホチキスだったりではめていただいたりだとか、あのー、 あとはね、結束バンド。結束バンドでギュッと締めていただくっていうのがいいと思う。で、こういう風にはめていただいて、で、結束バンドでギュッと締めていただいて、2本ぐらい使えばね、あのー、多分筒状にはできると思うので、はい。筒状になるように、えー、締めてください。はい。筒状になるようにね、ギュギュッと締めてあげて。よし。で、なるべく根っこは中に入れてあげてください。この中にね。なるべく根っこは入れてあげて、ギュギュッと。そう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 。こんな感じ。ギュギュッと。大丈夫か 俺、ファーストテイクでやりすぎてて、ドキドキしてんだけど。<laughs> こんな感じ。で、えー、もう一本、上もね、えー、やっていきます。で、えー、っと、こんな形にします。はい。はい、これでオッケーはい、これでオッケーダサいなすっげえダサいあとは、あの、ここ下漏れてくるかもしれないけど、それも気にせず、えー、ここに、ま、あ僕は無機質使うけど、無機質の用土をこうやって入れるだけ。ちょっと漏れちゃうよ。漏れちゃうけど。はい。 こうやって入れるダサいめっちゃくちゃダサいけどはいこんな感じででソースよしで詰めていきますはい <laughs> ダサいなこれだけどこれねどういうことかっていうとあの登っていく時に 反対側だけつけるんじゃなくて、こうやって全面につけていただくだけで、まあ取り木だとかもこういうやり方あるよね。根っこが生えてくるよね。で、要は片側だけ根っこが生えるよりかは、全面に根っこが生えた方が葉っぱが大きくなるんですよ。 僕はアロイド盆栽って皆さんにお伝えした動画があったと思うんですけどあのアロイド盆栽っていうやり方をやると葉っぱってどちらかといったら小さくなっていくんですよそれは株元だとかその新しいところで出た根っこが土の中に入ると葉っぱはでかくなるんですよ新しいところにねあのえー、新しい根っこが出た新しい根っこをぐっと 土の中に入れてあげるだけで実はでかくなるでもあのアロイド盆栽のやり方は大きくならないやり方あれはもう,もう小さく美しく育てようっていう考え方でこのやり方のいいところは足すことができる例えばここで伸びていってまたこれ足りなくなったら足せばいいってこういうやり方すると鉢は植え替えなくても新しい根が充実してくるからこそ大きくなっていくこれはね是非皆さん試してみてくださいダサいけどね すっげえダサい。ね。あのー、で、このやり方のもう一つのメリットは、ここで根が張ってきたらパチンと切ってしまえば、取り木ができる。これもそう。で、あとは、えー、っと、好みなんだけど、このままでもいいし、例えばアルミホイルを巻いていただいて、 アルミホイルを巻いていただいて、暗くしてあげれば、えー、あの、しっかりと根は張ってくるし、このままでも張るけど、基本的にはアルミホイルを巻いてください。で、そうすれば、あの、暗くなって、根っこもしっかり生えてくるし、で、たまにこれ見てあ、見て、あ、根っこ生えてるとかっていう風にしていくと、葉っぱはでかくなります。なので、アンスリウムの場合は特にねつ、あのね、このぐらい、もうちょっと本当はね、このぐらいまで植えたい、埋めたいんだ。このぐらい埋めた方が、葉っぱはでかくなります。あの、たったこれだけなんです。園芸が、あの、僕は、 こういうやり方もやっぱり伝えていかなきゃいけないと思う。でも、このやり方で、杉山これダサくねっていう人はやらなくていい。あのー、でもさ、演芸ってさ、自分で楽しむものじゃん。こういう実験もしながら楽しんでいく。で、もう一つのメリットは、ここに根っこが動いたら、ここに肥料やれる。ね、ここの、ここに肥料やると、どう、どうするかって置き声。置き声をここに置くと、ね、えー、ゆっくり、ゆっくり聞いてくるから。これね、 何がメリットかっていうと最初の根っこっていうのは結構な割合であのー、大食いなんですよ結構大食いであのここの古い根っこ特に植え替えてない根っこってあんま吸わないんだよなあんま吸わないんだよだから優しいなんかあのー、優しい肥料がだんだんと下に行くにつれてあのー、できてるからこのね流れはね面白いと思うぜひあのー、試してみてくださいで あのー、葉っぱを大きくすればするほど、本当に邪魔になるんだよ。だけど、こうやって伸ばしていって、で、ね、途中で切って取り木もできるし、だから取り木兼、えー、葉っぱを大きくするっていう考え方をしてください。フィロデンドロンとか、えー、アンスリーム、あろかしらでもこのやり方ね、全然できる。で、あとはね、そうだな、えっ、ー、と、里芋かかな。で、もし、えー、取り木でやるんだったら傷つけてたとか、そういうやり方、 傷つけてだってできるし、まあ、何だってできるフィカスだけど、あのー、まあ、これはあくまでも一つの一例としてね、うん、ダサいけど、うん、まあ、安くてできるならいいよな。はい。そんな感じで考えております。えーえー、年末までなんとか4万人を目指している最中です。あのー、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。えー、一旦この辺で失礼します。 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたいや今日ね喋りの滑舌が悪すぎる <laughs> しゃらないそういう時もあるな、うん、ごめん今日はなんか調子悪いわはいでもねこのやり方ね本当ダサいんだけどいやあの全面に根が張っていくこれがあの根っこっていうのは基本的には、えー、隠れているものなんだよねだからいいよな うん。これでもいいんだよ。ダサくたっていい。<laughs> ダサく、ダサい。ダサすぎる。<laughs> ありがとうございました。わお。